What's going on YouTube? You already know who it is. Back at it. I gotta look right here. Back at another video for you guys this evening. Okay, so I meant to check this out too. This is SpongeBob anime episode 1, Bubble Bass Arc. I'm excited. So without any further ado, let's go ahead and check it on out, shall we? In about a 3, 2, 1. Let's do it. Forgive the camera angle, but let me back on up so I can. All right, let's go. A Narmak animation. A Narmak. Put the camera down. Okay. Tenchou, 大丈夫 desu ka? Kita ka? Mr. Krabs, you all right? SpongeBob, Carny Burger ga yabai to kiite isoide kimashita. Nani ga attan desu ka? Futochou Bass wa? Mou inai. Yatsu wa tsuyoku natte. If I don't say now, I'm just paying attention to the subtitle. Sonna. Yatsu no nenai wa hajime kara mise dewa naku, rei no recipe datta no da. Yatsu wa 5つの pickles no koto sura shitteita. Yami no burger ni hitsomu himitsu o fuujiru tame ni washi ga tsukutta recipe. Sono sonzai o shiru mono desu ga mou kono yo ni wa suu nin shika inai to iu no ni. Ittai dou yatte? Moshi a Shout out to Narmak, by the way. イカルドを向かわせている。何としてもやつが暗げ草原を出る前に取り戻さねば。向かわせた。一人で行かせたんですか。そんなの死ににくいようなものじゃないですか。それでも。あれは、あの、レシピだけは奪われてはならないのだ。じゃあ、あなたは何でまだここにいるんですか。イカルドにもしものことがあったら。わしはここで店を守る義務がある。 イカルドはこの職場がどういうところか知ってて今までやってきた。ついて来られなければ彼もそこまでの男だったということだ。This music is giving me Avengers vibes. カーニはでかくて野蛮で、金のためなら何でもする化け物だ。Big meaty claws. 他の店から耳にしてきたそのセリフ。He's a cheapskate. 嘘でいて欲しかったです。 スポンジボブよ。いつかお前も真実を知る日が来る。あの闇のパティの秘密とお前自身の真実。そしてわしが全てをかけてでもお前を守ってきた理由を無茶はするなよ。Oh shit, I missed grabs. Sit that man in there alone. My precious girl. Send it, シャボン玉吹いている場合じゃなかった。俺のせいだ。どこ行っちまったんだよ。イカルト。あれは。パトリック、サンディ。スポンジボブ。サンディ。イカルト。最後に見かけたのはあの岩のあたりだと思うけど。戦っているのか。
じゃあなんであなたたちはここで見ているだけなんですか。それはイカルドが来るなって言って。あやつは自分の名誉のために戦っている。大切なものを守れる強さ、絶望に立ち向かう勇気、イカルドは確かめようとしているのだ。自分にもその強さ。そんなくだらないことを本気で信じてるんですか。あなたたち二人が強いことは僕が誰よりも知っています。そんな強いお二人がイカルドの勇気やらプライドやらって言葉を鵜呑みにして見殺しにしたというんですか。フレンドのエフはどこ行ったんですか。スポンジボブ、行かせてやれサンディ。でもスポンジボブとイカルドはいわば同じコインの表と裏、二人とも拙者を震わせるほどの何かを秘めている。そしてあの何とも言えぬ顔がまたかっこいい。予言では醜い怪人が全てに死をもたらすと言っていただろう。大丈夫、奴らは違う。二人ともかっこいいから。この岩、岩じゃない、これはただの石だ。初代の武器がこんなところにあったなんて。よし、これならいける。あとはイカルド！Who the hell is that? I... SpongeBob anime t-shirts and more. Oh, okay, get your sponsor. Now available on newmemeland.com. Use the code HIGH5 for 5% off. If you want to support the channel and more animations like this, take a little peek at this cool stuff. I can hear his footsteps. I won't let him take me. I'm creeping out. Be gone! Okay, that was creepy. Icardo! SpongeBob! この藤壺頭、なんでここに。イカルド、取り戻していたのか。やっぱりイカルドはすごい。なんで来たんだスポンジボブ。俺たちじゃかなうわけが。来るに決まってるだろ。なんで一人で戦おうとしたんだ。二人だったら勝てたかもしれないじゃないか。そしたらまたお前に美味しいところを取られちまうだろうが、何をしてもお前にはかなわなかった。コックとしてもサーバーとしても、毎月表彰されるのはいつもお前だった。客から好かれ、給料も俺より高い。お前は毎日仲間に囲まれて、それを外野から一人で眺め続けてきた俺。でもそんな俺でも一人であの野郎を倒せたら、レシピを取り戻せたら、カニの野郎も見返す。This is sad. クラリネットもマジも何言ってんだイカルド。友達なら僕がいるじゃないですか。クラリネットだったら怪我が治ったらすぐにでも。 Oh shit. Is he dead? イカ、あれ強く打ちすぎたかな。プランクトンにやりすぎるなって言われてたけど、まあいいか。黙れ。弱いくせにでしゃばるからそんなことになるんだよ。自業自得ってやつ。間違って落としちまったレシピが偶然あいつのところに転がったから拾えたみたいなもんだし。黙れ。お前もいつも準備ができてと言ってるみたいだけど、仲間が死ぬ準備はできてなかったみたいだな。
お前だってもう気づいているんだろ。Put your shirt down. どんなに頑張ってもお前はあの時ピクルスを忘れて客に品を出しちまった救いようのないコックなんだよ。You look like an overgrown pickle. 仲間一人救えないお前は名前をサクセスのやつからフェイルドの F に書いた方がいいんじゃないかなあ、フポンジプープ。黙れつってんだよ、クソが。Come on, SpongeBob. Nope. Oh. なんだこいつは。こんなの聞いてないぞ。アントニオでもこの5つのピクルさえあれば俺は進化するはずなのに何も起きねえじゃないか。それにこいつ、さっきアリを全部自分に言ったのか。あの闇のレシピを全て取り込んでまだ動けるというのか。スポンジボブなんてたらめなやつなんだ。どういうものな。死ねえスポンジボブ。スポンジママ、サンゴの間にパーフェクトリーチ。 You thought バカな。 OK。 なんだ、何が起きた。He slit his throat. Ah! Took his head off. What you talking about? なんだってこの不実を頭。Sorry about that, y'all. Let's get back to the video. Did I knock out for a couple minutes? And you think I'm dead? Oops. 少し気絶してたからって勝手に殺すんじゃねえよ。大体お前、俺の脈とかも確認してなかっただろ。いつも状況も整理せずに先走りやがって。いかてめえがバカなのは初めから分かってたけどよ。学習って言葉知ってるか。イカルド、お前生きていたのか。もうこんな無茶するなよ。ずっとアンドレスと一緒だからな。もう絶対どこにも行くなよ。Hi everyone, I hope you enjoyed 6 months of my life well spent on making the grandest animation my booty has ever grinded out. Those shirts that you saw in the video are actually real. Y'all, that was intense, but I liked it that. You understand what I'm saying? SpongeBob is a G. I wonder what truth Mr. Krabs was talking about. But I guess we'll find out in the rest of the episodes. Y'all, I'm Narmak. Let me tell you something. I just subscribed. That was hot. I remember seeing like the trailer or something for it a couple months back, I believe. And I liked it. I wanted to see more of it. So I can't wait to see episode 2. So this was hot, y'all. SpongeBob anime episode 1, Bubble Bass arc. With that being said, if you guys enjoyed this video, please hit the like button, comment below what you guys thought about it. This is the very first episode. I can't wait to see what Narmak has up his sleeve when episode 2 comes out, because I know this takes a lot of time and creativity. Okay.
And as well as anything else I can react to for you guys, hit that subscribe button, follow me on my Instagram, hit that notification bell, and stay tuned for more Madness videos. And make sure you guys are washing your hands, put your mask on, drink your water, and all that good stuff. And thank you all for watching once again. And I'll see you all in the next one. It's Taylor Rain, and I am out.